花坂スポーツ公園公式野球場は、北海道旭川市の花坂スポーツ公園にある野球場である。通称スタルフィン球場。北海道日本ハムファイターズの準本拠地であり、日本最北端のプロ野球一軍公式戦、開催球場であり、北海道唯一の屋外ナイター開催球場でもある。スタルフィン球場の前身は、 1932年に完成した旭川市営野球場であり、札幌税務監査局や大倉省から一部用地買収し、旭川市外軌道とも一部用地交換して建設したスポーツ施設の一つである。その後、施設の老朽化や市民の運動施設の要望に対応するため、公園に隣接している旭川競馬場跡地を買収して、 各種運動施設の拡張整備を図り、1984年に改築した。改築に先立ち、旭川にゆかりのある元プロ野球選手のビクトル・スタルヒンにちなんで1982年9月23日に命名式を行い、日本国内初の人名付けの球場名となる、スタルヒン球場の名称が採用された。1991年に、 公園の名称を花坂スポーツ公園と解消したことに伴い野球場の正式名称も花坂スポーツ公園公式野球場となった2013年に夜間照明を設置してナイター試合が可能になり北海道内初となるプロ野球の屋外ナイトゲームを開催したホールには野球伝道博物館に所蔵している野球伝道レリーフのレプリカを掲げられているほか、 元プロ野球選手の星野信幸に関する展示コーナーを設けている。プロ野球公式戦は改築後の1984年から1986年1995年と2000年に日本ハムファイターズが年間1試合、ヤクルトスワローズが1986年と1993年に1試合1985年に試合連戦、横浜対応、 ホエールズ・横浜ベイスターズが1987年に試合連戦、1986年と1999年に試合、1988年から1990年と1992年は、読売ジャイアンツが北海道シリーズ3連戦の初戦を開催した。1994年には、オリックスブルーウェーブが2試合連戦。 阪神タイガースが1995年1997年に1試合、千葉ロッテマリーンズが2000年に1試合を開催。2004年に日本ハムが本拠地を移転して北海道日本ハムファイターズとなった後は、千代ヶ台公園野球場、釧路市民球場、帯広の森の球場と共に取材試合を開催している。当初は旭川での主催試合を各年で開催していく。 予定であったが、地域密着を推し進めるために2006年以降は、毎年開催している。2009年以降は2試合開催となり、2013年と2014年に4試合、2015年に3試合を開催した。なお、2004年以降北海道、日本ハムファイターズ以外では読売ジャイアンツが2008年と2009年に主催試合を開催している。大学野球は、 札幌以外の地区にある大学で構成される北海道学生野球連盟北海道6大学野球リーグの試合会場の一つになっている。高校野球は2000年から正式に北北海道地区のメイン球場になっており全国高等学校野球選手権北北海道大会を開催している。2015年には秋季高校野球北海道大会のメイン会場として使用した。 当期は、レフト側が野スタンドのフェンスを取り外し、スタンドの傾斜を利用したちびっこスキー場を開設している。開催日と対戦相手、観客動員数。ありがとうございます。